井さん、ズバリ泣ける漫画とかって、あ、アニメでもいいですけど、なんかありますか？私ですね、ソラニンって漫画して、あ、はいはい、浅野いにお先生の、はい、もうあれ私大学時代に読んで、うん、俺ね読んだことないですよ。本当ですか、うん、2巻なので、うん、もうすぐ読めちゃいます。ですぐ泣きます。あ、そうですか。これよくできた話で、うん、漫画の始まりは、付き合って6年ぐらいのカップルで、うんうんうん、同棲して1年ぐらい、はい、で、まあデザイン会社で働く、男の子、種田くん、種田くん、メガネのちょっともさっとした、はい、そう、うん、男の子と、その隣にいる OL やってるメイコちゃん、そう、あの大学時代に出会って付き合って、うん、で本当にどこにでもいそうなカップルなんですよね。ほうほうほう。なんかこうお互いちょっとなんか、まあ大学卒業して2年ぐらいの頃ってきっと、なんでしょう、自分まだ何者かになれるんじゃないかなっていう、あ、そう、ね、今はこうやってなんかちょっとやりたくない仕事とかしてるけど、うん、なんかもっと自分他にやりたいことあるし、その種田はあのバンドやってたりするんです。わ、そうそうそう、だからバンドの夢も諦めきれずに、うん、ちょっとずるずる仕事してるって、はいはいはい、で2人ともそんな感じ、うん、でちょうど私もその子大学生で、あ、そうだったんですか。そうなんですよ、もう声優の仕事やってはいましたけど、うん、でもまあね、どうなるか分かんないなって。あ、まだそんな時期ですか。そうです、そうです、うん、まあなんでしょうね、その周りがどんどん就職活動しだす中で、うん、あの私は声優の道を決めてやってはいるけど、本当にこのままで大丈夫かなっていう焦燥感とかあったりして。なるほど。そうなんですよ。で、なんかでも時間は無限にあるっていうか、うんうん、だからなんでしょうね、ファミレスでこう意味もなくみんなでグダグダしたりとか。そうなんだよね。そういう時期ってなんか時間はあるんだけど努力の仕方知らないから、うん、そうなんです。もう持て余しまくってるんですよね。持て余してる。なんかその様子とかすごい自分も重なったりして、うん、で、いきなりね、うん、これ言っちゃいますけど、種田が死んじゃうんです。え、種田、そうなんで一巻の終わりで。なんでですか、どうしたんですか、種田。いや、これ交通事故なんですよ、種田。信号守ってなかったからかな。いやでもそのいろいろ彼にも波があって、そのお仕事をこう辞めたり、うん、復帰したり、うん、なんかで復帰してもうメイコさんを幸せにするぞ、はい、って思い立って、うん、なんかそのちょっとスクーターでね、うん、ちょっとスピード出しちゃうんですよ。そのなんか本当に俺幸せなのかな、これで、うんうんうん、不安な感じで、そうで、そのまま、うわ、そうなんだよな。でも種田がこう書き残してた、うん、バンドの曲があって、うん、その歌詞がその種田がいなくなっちゃった時に読んだ時は別れの歌なんじゃないかって思えるんですけど、うん、でもちょっと経って自分も気持ち整理しなきゃなって思った時にめいこちゃんが読んだ時に、うん、なんかこれ新たな一歩踏み出す歌だったんだっていうのを実感して、で種田とバンド組んでためいこちゃんもお友達の2人と一緒にめいこちゃんもバンドやるんです、ボーカルでその歌歌うんですよ。もうね、泣いちゃう。そんなことされたらすごいね。すごい。で、これ実写映画になってまして、なってましたよね。宮崎葵ちゃんが、そうだ、宮崎葵ちゃんと高良健吾さんが二人でやっててバッチリなんですよね、この二人がまた。で、音楽アジアンカンフジェネレーションがやってるんですよ。アジカンのね、アジカンがソラニンって曲作ったんですよ。そうね、うん、この漫画の歌詞通りのやつ。あ、そうだったんだ。あれ、そう、もう私聞くだけで泣いちゃう。いやもう好きだな。好き、うん、
そうですね、なんかその、まあ、個人的ななんかそういう大学時代の風景とかも重なっちゃって、うん、これは読むともう泣いちゃいますね。そうか、うん、なんか悲しいあらすじではあるんですけど、でもちゃんとメイコちゃんが前を向いて、あの仲間たちと、優しい仲間たちと一緒に、うん、こう種田を背負いながら生きていくんですよ。うん、いやなんか感情のこもった花澤さんのこの説明で、はい、もうほぼ読んだのと一緒です。やめて読んで2巻だから読んでください。ほぼ読みました。読んでない読んでない、うん、私もうなんか実写ももう見ました。見てないよ、うん、ダメだそれはいけない。読んだのと同じぐらいの経験値になりましたけどねそんなことないです。ちょっと読んでみよう。ぜひ、うん、これ大学時代と就職して1、2年のその時の感じって良さそうです ね、 なんかね。いいんですよ、うん、なんか あるな、こういうモヤモヤしたこと、なんか答えはないんだけどモヤモヤすることあるよなっていう、あの時間の空気感が全部閉じ込められてるんですよね、うん、すごいの本当に。俺はもう高卒ですぐ売れたんで別にあれなんですけど、その時期なかったんですけどいや不安なんだろうなと思うな。俺ももうみんなが就職するタイミングで置いてけぼりになってたら超不安だろうなと思う。そうなんですよ、うん、みんながなんか説明会とかにエントリーしだしたりして、うん、私マジでこのまま何の企業も見なくていいのかなと思ったりしてうわーそうか、そうそうそう不安だったな。あと、はい、いいですか、まだ3月のライオン。3月のライオンは泣けちゃう。3月のライオンはもうみんなに読んでほしい。私あれはもうつらい、解放してあげたい、みんなを。解放してあげたい、うん、あの登場人物みんなをあの家のみんなをねそう、最初から説明すると、あの将棋の、プロの、高校生の、はい、男の子は主人公なんですけど、うん、結構孤独に戦ってた男の子なんだけど、うん、下町の、三姉妹で住んでいる、うんうん、あったかい家族、おじいちゃんと、そうですね、4人家族で、お家に住んで、その家族と出会ってちょっとずつ心がほだされていって、うん、彼自身どんどん成長していくっていう物語なんですけど、うん、その中で私その三姉妹の次女のひなたちゃんっていうのをアニメで演じさせてもらったんですけど、うん、もうひなたちゃんはすごい、もうひなたちゃんって名前の通りめちゃくちゃそう明るくって、ね、心がまっすぐで、うん、思いやりがすごくあって、なんかこんないい子いないよってぐらいの女の子なんですけど、うん、性格はいいっすよね。そうなんですよ。で学校で友達がいじめにあって、うん、でその子を助けたら今度は自分が標的になっちゃうんですよ、いじめの。そうそう、そのシーンが、あんなに元気でいい子なひなたちゃんがどんどん表情が暗くなっていくんですよね、うん、ちょっと怖かったな。あそこね、すごい心はえぐられるんですけど、でもひなたちゃんはそれでも自分は絶対にこの自分のやったことは間違ってないって、うん、言うんですよ、歯を食いしばって。あそこのシーンがすごく好きで、そう、でしかも家族もあったかく応援するんですよね、うん、もうその長女のあかりさんなんか特に美味しいご飯を、うんうん、もうなんか心まで元気になるようなご飯を振る舞って応援したりとか、うん、あと主人公のれいちゃんも彼女に元気にしてもらったっていう、うん、経験があるので、その今度は自分が助ける番だって言って、うん、修学旅行にこっそりついてきてくれたりとかするんですよね、うん、そのやり取りがなんか苦しいけどあったかくて、うん、これはねいい話だったな。いろんなこのね漫画には軸があるから面白いですよね。そうなんですよ、長女のお姉ちゃんのね、うん、苦労もありますし、ね、そうそうそう、うん、でお姉さんモテるからね、そうそう、なんか
いろんな男の人寄ってくるんですけどね。いろんななんか思惑を向けられちゃうんですよね。そう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 。ね、だから読んでる関数によって全然また視点が変わってくるっていうか、楽しみ方変わりますね。それでは岩井花澤のこの漫画、アニメが泣ける、またお会いしましょう。しっとりした回でしたね。しっとりしましたね、ちょっとね。